クレオパトラは小惑星帯に位置する小惑星。1880年4月10日にオーストリアの天文学者ヨハン・パリサによってポーラで発見された。古代エジプト最後の女王クレオパトラ7世にちなみ命名された。クレオパトラは周期5.385時間で変更するが、その変更の幅は1等以上もある。そのため軸の長さの比が3 4対1。 三対一というかなり細長い楕円体が想定されていた。このような形状が安定して存在するためには、密度の小さいことが必要条件になるが、分光観測の結果、クレオパトラは鉄とニッケルに富む M 型小惑星であることがわかり、前者の条件と大きく矛盾していた。そのため、天文学者の間からは二重小惑星ではないかという指摘がなされていた。 1991年1月19日、アメリカ合衆国の北部で、クレオパトラによる恒星の遠平が観測され、影の形から形状は細長い楕円体であることが確かめられた。なおクレオパトラによる生殖は少なくとも7回観測されており、7回目の生殖は2006年4月22日に日本の茨城県で観測された。 1999年10月25日、チリのラシラにあるヨーロッパ南天天問題の3.6メートル望遠鏡で保証光学による観測が行われた結果、ダンベル状もしくは二重小惑星と見られる形状が観測された。また同年には1993年に行われたハップル宇宙望遠鏡の観測により、クレオパトラが ダンベル型の接触二重小惑星であると発表された。2000年5月、スティーブン・オストロ率いる n、AS、a ナサの観測チームが、プエルトリコにあるアレシボ天文台の電波望遠鏡からクレオパトラに向けてレーダー信号を発射、跳ね返ってきた信号を受信し、コンピュータで解析して画像を合成した。その結果、クレオパトラはダンベルもしくは犬の骨のように二つの 塊が合体したような形をしていることが分かった。それまでにも地球近傍小惑星をレーダー観測した例はあったが、小惑星帯の小惑星をレーダー観測したのは、これが初めてであった。このような形状の小惑星は、2つの小惑星が低速で衝突することにより、破壊されずにくっついてしまったか、あるいはベスタのように、各マントル及び近くを持った。 小惑星が衝突を繰り返すうちに、マントルや地殻を吹き飛ばされ、金属質の中心核だけが残った結果、形成されたと考えられている。2008年9月19日、マウナケア天文大群の結駆通望遠鏡での観測により、2個の小さな衛星が発見された。それぞれ S-2008-1 及び S-2008-2 というカリフ号で呼ばれていたが、 2011年2月に、クレオパトラとマルクス・アントニウスの間に生まれた双子の、アレクサンドロス・ヘリオスとクレオパトラ・セレネにちなんで、アレクス・ヘリオス、クレオ・セレネと命名された。ABC、全世界の観測成果バージョンに、薩摩仙台市仙台宇宙館。2019年3月11日へ閲覧。クレオパトラと、 アルベルトアステロイド31号2006.422小惑星クレオパトラによる、遠平の観測性河川大宇宙艦、バイナリーアステロイドクレオパトラハット http コロンスラッシュスラッシュウェブドットメディアドットミットドットエトゥスラッシュ、ウィン、ストップブ、PDF ハットコンポジットイメージオブ、クレオパトラニューリーディスカバードサテライツ、MPC73983 ありがとうございます。